こんばんは。やっほー、やっほー、やっほー、こんばんは。とんかつが食べた美味しかった。こんばんは。四国公園席出たの？何の歌の練習した？内調。でもそれ以外にも普通に歌ったけど。こんばんは。出たのか。それ以外はね、何の曲歌ったかな。美和さんとか。とか、何歌ったかな。そう。あ、今日席出てたんだ。そうなんだ。アニソンはお邪魔女ドレミとか、あと何か歌ったかな。ぐらいかな。でも基本的には自分の歌唱力の歌をやっとったから、歌唱力はみやさんは、は歌わない。好きだけど明るい曲多くて私はね、あれですね、あのみやさんはなんだっけ、片思いって曲好きです。トレード何だか当てるか。当たります当たります。雰囲気違う。嘘、今日は眉毛しか描いてないんですよ。ちょっとお肌が、お肌ってよりは 目のね、この皮膚がもうメイクしすぎてだんだん痛くなっちゃって。残酷な天使のテーズ今日歌ったよ。ちょっとさ、友達の前だとさ、なんか不安で歌わないから、親の前とかだったら歌ってみた。ちょっとあれになる、あのストレス発散になる光栄はね聞くけど歌ってはないかな。それですかね。それは違うにょん。開演に間に合わないけど一部だけのミニ土曜日の昼の部。待ってる、嬉しい。この曲もよくねももちゃんそんな、何歌ってたかな。現役アイドル中覚えてますよ、もちろん覚え。今日そう、歌うと思ってて忘れとった。ちょっと今日は歌唱力がメインだったから。歌うの？どうしようかな。こんばんは。いや、考えた、自分見ながら思う声。いや、一瞬パッて思ったけど歌ってない歌ってないな。明日いよいよ香川に入る。お、
待ってるね。僕はこの妙な夢見てる。いいよ全然。でもあるかな。待って。私は自分のさイヤホンをどこ置いたんだろう。でも今日歌いすぎてやばいかもしれない。桃が好き、桃が好き。あ、そうね、服って別の特典か。なんか大事なさお仕事があるじゃん、あるじゃんっていうか、その服フェスとかも特典会でみんなと会えるし、近くでね。猫アレルギーないよ。だからなんか正しいの買いたいなって思ってね、アイシャドウ買った。やけんね、あさってはね、私の目のメイク見てね、目のメイク見てね。今してないよ、あとね。近くで会えるからね、多分。ミニコチのちょっとそれは恥ずかしいかも、うまくできんかったら。でも今ね、ファンデーションはあるんだけど、あれなんだっけ、下地がね切れてしまって。そう、下地がなんか何に次しようかすごい迷ってて変えてないんよ。何しようかなって感じ。やっほやっほー。今日も可愛い、ありがとう。キリリとした感じだね。今日はねしてないけど、普段はそうね、目はずっと見ててもいいけど、そらさない。今日も可愛い、ありがとう。祝福フェスって何組、にょ組だろう。何組か顔ごとさらす。そう、結婚してもリッセンという名字はない。そうなんだよね、私結婚したとしてもいつかリッセンでいたいんだよね。そうなんです、よくわかったね。夜ご飯はそうですね、丸亀のうどんです。お持ち帰りしました。またうどんって思ったでしょ絶対。本当にうどん好きなんよね。結婚するよ、するの、いつかするかもね。でも知らない。知らないももは、だって何にも決まってないもん。未来のぞかんと。決まってても困る。決まってるわけないじゃん。逆に。独り身かもしれん。絶対結婚しよう。いいなずきいません。
いません。どんなご令嬢なんですか、うん、妻のそう名前をね選べばそう一線。ただ少女も確かに、てか言い名付けとかってさ逆に実際あるのかな今の時代。そうさなんてパパセンと一緒に帰ってくればいいな。幼稚園の頃に交わした約束ないですね。そんな約束を交わした、なんなら私幼稚園の時さ本当にねあのね何も考えてなかったから、よほどのお金持ち、ああそっか自分は普通なのでね。リッセンかっこいいって、まあかっこいいけど目立つんよね。だからそのなんか覚えられやすいっていうのはあるかも。どれだけ一緒に歩いたか、離さない手を引いて遠ざかる夢を見た、夢をかかっこいい文字かな。アイドルになってからこの名字好きになったかも。覚えられやすい。あ、そう、ローマ字かっこいいよ、なんか見た目。あ、そうなんよ。なんかね、前ね、なんかイベントのやつでなんかに参加しとって、なんかコーチのね、何に参加してたんだろう、あれは。わかんないですけど、子供の時に。それでリッセンさんって大声で呼ばれたことがあって、何人かが振り向きました。やっぱ珍しいから。今日の夜おもちゃみたいな、ぜひぜひ。先祖はいない気がするんだけど、いないっていうかその、うん、ママの方は平家、高知でも珍、まあ高知でも珍しいけど、先祖はいる、ごめん、そういう意味じゃない、そのなんかそういう平家とかそういうのはないはず。わからん、ママの方しかわからんわ。多分全然すごくないところで、すごくないっていうかそんな近いとかじゃないから全くよくわかんないんだけど、ママセンと静かにトークあのなんか見てた。そうですね、高知の中になんかねリッセンが集まってるねところがあるんですよ。まあ自分はそこじゃなかったんですけど、地元がそう、そのリッセンさんがいっぱいいるとこがあるんですよ。私も知らないだけで多分そこら辺の方々親戚。そう、リッセン神社あるからね、それは私たちの先祖の方が建てたやつ。リッセン王国、いやそんなにいないと思うけど、そんなに地名にはなってない、全然そこら辺に集まってるよってだけで、その多分自分もあまり親戚付き合いがめっちゃあるわけじゃないので知らないんですけど、多分そこら辺の方々は親戚じゃないかなみたいな。伊勢神社行きました。おお、いいね。ちょっと遠いよね。そう、300何人いるよね。結構いるでしょ。
一斉に名字変えたいので養子にしてください名字変えたい、モータンの聖地モータン、でもそこには生まれてない、そこら辺の地域ではないな、家はね、立仙神社行くの大変だったでしょ。姫、姫、こんばんは。今日は急にね、結構歩いたでしょ。だよね、憧れる名字、なんかあからさまにご令嬢っぽい名字憧れます。なんだろうな、何がある。白鳥、あー確かに、なんとかインとかサオトメ、そう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 、そういうさ、あ、九条、九条めっちゃ憧れたことが時期がある。まあアニメキャラにいて、なんかそういうあからさまに、おお、いいところの綾野くんめっちゃアニメに出てくるよね、綾小路くんとかって。そう、アニメに出てきそうなご令嬢のアニメの役がやってる名字になってみたかったけど似合わない高み、みんな難しい漢字読めないそうですね、いかにもラブコメに出てきそうな名字になってみたかったです。そういうラノベ系のね、やってみたいよね、なってみたいよね でも自分の名字も結構気に入ってます。今は覚えやすいでしょ。なんて読むのそれ、戦場原全然違う。みーちゃん今日も可愛い、ありがとう。リッセンってね、そう読めないって言われるんですよ。戦場ヶ原さんか、もちゃん明日も絶対ありがとう。こんばんは。覚えやすくて憧れる。覚えやすいよね。でも悪いこと一切できない。獣が、うん、来てないな自分だ。やった全国だ。何人だろう。文字の並びが好き。本当？でもちょっと簡単な字が多すぎてね、結構書くのむずい。バランスがちょっと難しいかも、自分の名前。電話、そうめっちゃ聞かれる。なんか電話で何々さんって言われた時に、リッセンですって言ったら、ん？リッセいいですかとか、一世さんですかとか。だからいつも、ラリルレのノリにちっちゃいツーにせーにんですっていつも言ってます。ラステンと間違えた。そう、結構ねこの名字意外とでもからかわれやすいですよ皆さん。芸人さんのネタで全然嫌じゃないけどね。
丁寧な説明、そう、それぐらいねしないとね結構通じないんですよね。あの滑舌の問題かもしれませんが、そのリッセンがスッキリもなんですけど、ラッスンゴレライでも言われた気がします。でも芸人さんのネタ好きだから全然嫌じゃないんだけど言われがち。僕の名字も珍しいと思ってたけど全国に1500、でも1500にも少なくない？縦線でいる、そうな、わかる。自分も縦って書いて、なんか千人って書いて千して100か100よしって書いてる、私自分の名前を。そしたら文字が出てくる。収穫に来ましたありがとう。南国市の高校やったらリッセン君いたよね、いるよね。でも自分会ったことないんですよ、同級生とかに同じ名前がいる子がいたことがないんですけど。何の名前10万人多いね。100K か、私100よしって書いてたわ。 100K の方が出やすいんかな。僕の名字は相撲通りさんと同じだからよく言われた。あーそれはね、うん、名字はね言われがちだよね。そのうちアニメに出てきそう。ほんまにどういう役で出てくるんやろ。でもリッセンってももかで出る？私ももか出ない。メンバーと同じもいいね、それも。100って書くよね、絶対。ももってやっても出てこんからさ。すぐにリッセンって出てくる？高知県では立山の立山、これ仙人が、全然わかんない。広瀬さん、そうね、珍しいね。漢字がマイナーだからよく間違う難しいね、漢字って。うん、か、なんていうか、歌人？モカで出るんだ。でもモはね、そう、でも下のお名前はねよくいるから、おそろっちですよ。いつか後輩に来そう、モモカちゃん。おそろっちがいそうだな、いつか。歌人か。いいね、そっちの方が出てきやすそう。魔女子、魔女子？そうね、漢字違いでいそうだね。あ、立山神社もあるはずよ。近くらへんだったかな。桃が好き、桃が好き。3期生でリッセンさんが入ってきて、もうそれは私のいとこかもしれんもしいたら。もーちゃん譲れないももチルドレンなんて、ももチルドレンになる？その可能性、まあね、親戚とかいとことか、いとこももより年下だし、
今何年生になったか分かんない、高1とかじゃないかな、分かんないけど。でママの方はもうより年上いいとこ、もう大学生と大学生と社会人いとことベイビーもいる、ベイビーいる、4歳、3歳、4歳、このベイビーと1歳ぐらいのベイビーのいとこちゃんもいる。ママセン側リッセン、そうね、リッセンじゃないからいないけど、そう、でもママセン側はもうだってもう大学行ってるとこと、大学もでも結構もう何年も行ってるし、もう一人は社会人として頑張ってるし、あとはもうあのベイビーなんで子供ちゃんなので、まだ、そうそう、あのパパの方、私同い年のお誕生日同じないとこがいるので、なんか自分は会ってないんですけど、なんか見てくれてるらしいです。遠くっていうか県がねちょっと遠いので、私と同い年で同じ誕生日のいとこがいる、ちょっと控えめな性格の子だけど、そういとこ多いんですよ。私何人いるんだ、6、7、8人いとこがいます、多くない？増えちゃった今まで6人だったんだけど、ベイビー来てから8人、え、同じ誕生日なんよ、で同い年だからどっちが先に生まれたか分かんない、私が後かな、その子は室に入るって、いやその子可愛いんですけど、なんかそういう人前で出たいタイプじゃない気がしますなんかそういうタイプではないと思う双子なの今はねちょっと抜かれちゃってるらしいんですけど、2センチぐらい、なんかずっと身長も同じぐらいでいたんですよ。でその毎年その子が高知のおばあちゃん家に来てたから、高知じゃないんですね、そのいとこは、なんですけど、そうのちゃんも引っ込み思案じゃん、私小学校の時引っ込み思案じゃなくて、もう誰にでも話しかけるような人間だったんですよ、今と違って。おとなしいの？うん、その時はねおとなしかった、一緒に写真撮ってくれんかった、恥ずかしいって言われて仲は良かったんですけどね。どうしてそんな人見知りになった？え、分からない、なんなんだろうな、昔は何も考えてなかったからそうできてただけであって、今はうーん、顔似てる、顔は似てないかも、わかん、似てないかな、私いとこと顔似てるのかな、似てるって言ったらお母さんの方のいとことちょびっと似てるかなぐらいですね、自分は。いろいろ気になるようになったか、うん、かな。そう、私パパになんですよ。ST で似てるか、うん、難しいな。いないかな。でもどっちかというと顔の系統は可愛いもあるんだけど、どっちか綺麗系と可愛いの真ん中があるとしたら、可愛いと綺麗があるとしたら真ん中のちょいこっちぐらい
どっちかっていうと綺麗っていうとな顔かな。そうです、私はパパニーでママのご先祖様の遺伝を多分ちょっと持ってるような遺伝でも分かってないんだよなあんまり目が誰なのかとか口とか歯とかが全然誰か分かんない。こんばんは。こんばんは。女の子はパパに、そう。だから体型とかはパパですね。全部。わかんないんだよね。多分私パパのおばあちゃんの方にもちょっと似てる部分あるんだと思う。まあ、わかんないです。髪型とかでも雰囲気だいぶ変わるから、ロングならおもちゃもにも少し似てそう。ロングかな。本当にね、なんかパパが一緒にいとこと写真撮ってる写真をこの間見せてもらっただけで会ってないんですよ、ずっと。いとこと。どっちかっていうとね、あのね、あの社会人のいとこがいて、ママの方のいとこすごいね、なんかね、どんな感じかな、本当に優しいっていう、なんかいとこがなんか穏やかな感じのいとこがいる穏やかじゃん、あ、なんか変だな、四国らしい感じの雰囲気、めっちゃ雰囲気の優しいとこがいる。なんて言ったらいい、なんかほんわかしてる感じの。そのいとことはこの間あったかも。おしとやか、そうだね、おしとやか、もう本当におしとやかですみたいな、おしとやかのいとこがいますね。もうお姉ちゃんの一個下なのでお姉ちゃんって感じなんですけど、そう、四国のユニットみたいな。でも最近さ、自分もさ、相当四国っぽい感じの雰囲気があるんだなって思う。なんか気づかんかったけど、なんか相当マイペースだし、なんか相当なんか、ふわっふわっふわってしてるなって最近思った。四国って全部県民性違うって。あ、そうなんだ。でもさ、勝手に四国のみんな結構なんか、なんて言ったら、共通してみんなふわふわして、ふわふわっていうかね、なんかおしとやかな感じじゃない？おおらかな感じ。そう、四国出身ではないメンバーもなんか四国のみんなでいるときは本当にそんな感じにみんななってる気がする。みんなでみんなでほわーってしてるから、なんか MC とかもだいぶ変わってると思う。違う、うん、そもそもコーチの女性は気は強い。私って気強い？気強いんかな、どうなんだろう、分からん。チームほんわかほわ。強い？強かった。強いとこもあるか。そうだったんか。気強いってどんな感じやろ。まあ研究は、あ、まあそれはそうね、なんか自分の考えをしっかり持ってるのは確かにそうかもしれない
けど、いやそんなか弱い女の子の予定なんだけど、か弱いキャラなんだけど。外には出さないけど気持ちが強弱あり、嘘わからないし、それはあるかもしれないけど、予定予定は予定、そう予定なんですけどね。みんなそうって思ってたの、新末ある、それは確かにね。あかりんさんみたいなこと言ってる。か弱いキャラ、そうだよ、か弱くて今にでもなんか泣きそうなキャラ。嘘です、全然そんなんじゃないです。意外と人と意見割れた時に折れないでしょ。いや折れますよ、いや折れますよ。そのなんて言ったら、人には合わせるのは上手、ただ自分の人生は曲げないけど、自分だけの問題だったら曲げないけど、人と合わせることだったら全然合わせる方かな、どっちかっていうと。スタートからキャラ付き失敗して、嘘、最初はそんな感じだったでしょ。桃の収穫損して、ルキンキン、お、ありがとう、お疲れ様。ランチ選びとか人に、あ、めっちゃ合わせる、なんか人が食べたいものとかめっちゃ合わせる。そう、悔し涙、え、でもなんか意外と私泣く瞬間が、自分のさ泣く瞬間がよくわからん時多いんよね。逆になんか本当に悲しい時とか泣かんかも。ふわふわがある。今もふわふわだよ。ねえ。今もふわふわやん。あ、桃の収穫お疲れ様。ありがとう。なんか可愛く感じるな、桃の収穫って言ったら本当に。最初はおとなしい女の子。今もおとなしいじゃん。よくない、そうね、別に泣かん、全く泣かんとかじゃないんだけど、泣くタイミングがね変なんですよね。でも本当に思ってる時に涙が出んかったりもするし、謎なあれです。そう、なかなか奥深い人、え、奥深い人。そう、桃の収穫したい、ぜひ。いつまでふわふわだ、いやいや、今もふわふわだから、ちょっと今私をどう思ってるのね、あなたたちは。みんなはどう思われてるんだろう、私、ちょっと私のさイメージ言ってや。こんばんは。何カッチカチって。あ、可愛いけど、シリンのしっかりした感じ、そう、ふわふわではないらしい。なんかな、元気で明るい、かなりしっかりしてて、どれか、お、嬉しい。いつまでもぽよ、馬もぽよぽよ、ぽわぽわ、ぽわぽわ。お前よく寝してからしか。ぜひぜひ。感じる。ほやももちゃん、朝ね、もふもふはね、ふにゃふにゃ絶対適当でしょそれ、世界で超かい大体。あ、褒められてるな。黒い服は小悪魔のイメージだ。いや、黒いも、黒い服も好きだなって。考えがぶれ、まあそれはそうだね、考えぶれないからさ、最初朝この仕事慣れるの大変だったもん。でもちゃんと最近はそうだなって思ったら変えるようにしてるよ。わたあめだと思ったらちとせや。硬くなったな。ガチャガチャ、それは私の趣味や。
ピーチの雪だよ、ありがとう。真の意思、あ、真、なんか確かにそういうのはあるよね、多分。海鮮、海鮮最近な、食べるじゃないの、食べたい。今日も好き、ありがとう。アイドルの仕事どんなとこが大変だったのかな。うん、一度も元気いっぱい、まあ確かにとりあえずかありがとうございます。いいイメージがいっぱいあって嬉しいです。外見は若い女の子、中身は大人っぽさと子供っぽさが混じったそうね、子供っぽいとこもあるね。ポップコーンと、え、昨日さ夜中にさポップコーンさ作り始めてさ、一人でさ、その一回作れる量が、あーちょうどあるわ、ちょうどこの量、これに種をこうやってして入れて、これが一杯分なんですけど、これ二回食べました昨日もう止まんなくなっちゃって、美味しくて美味しくて食べちゃった。今日もちょっと食べそうだから一回忘れよう、この存在ね。結構ね多いんですよ、親近感を感じる。それはよかった。味付けは塩ですね。そう、袋、そう、食物繊維だから、みんな食物繊維だから、野菜だから、ポップコーンってそう、増える、でかくなるからね。いやこれね、今裏にこういう、私昨日こういう機械があるんですね、ポップコーン作るならいいか、そうならいいんですけど、問題はですね、あのですね、ポップコーンをそのまま作っても塩がつきません。さてどうやって塩をつけよう。そこに出てくるのが油さんです。そうです、油ですね、そこに出て、油と塩を混ぜして、それを作ったやつにドーンと入れると、もうそれは健康なものではありませんそんなドパーじゃないよ、もうちょっとよ、ちょっとなんですけど、絡めるんですね、それで。そしたら美味しいです。で今日は相当顔がむくむかなと思ってたんだけど、今日顔のなんて言ったら、今メイクしてないんですけどメイクしてないんですけど、今日はそうですね、むくんでなかった、全く、もう塩は関係ないんだっていうそう、ちょっと気をつけないとな、そろそろ今は大丈夫、そうね、今は大丈夫かな、まだ今のうちにやっとかんと、夜中に。そんな、今日はスーパーで見たね、尾道ラーメン美味しそうだったから買ってみた、またいつか食べよう。キャラメルはしてない、運動、そう運動ね、めっちゃしてるからさ、アイドルって踊ってるからさ、だから大丈夫なのそう、今のうちにやっとかんとね MV 撮影前は、そうだねMV 撮影前はさすがにちょっと、そうですね、塩はあんま関係ないかもしれんけど、なんかその夜中にいろいろ食べ過ぎるとか。背脂ある、尾道ラーメン美味しそうだった。抜け者たちも面白かったよね。グミ、そうそう、でもあんまり塩関係ないよね自分は。
自分はね寝不足が一番顔がねなんかむくんじゃう。あばらんご飯がポップコーン違うよ。アーシャツの撮影前めっちゃ気をつけてね。みんな偉いよね。自分さもうなんかその時はその時やみたいな意見でさ気をつけずにさ生きてるからちょっとあんまりちょっとねダメなんですよ。え、そう、福別ケータリングでうどん出るんだよ。本当に嬉しい。え、そう、福フェスと公演があって結構忙しくて、その後もちょっとあるんですよ。だから、明日から結構、で、明日もめっちゃ忙しくて、明日から忙しいです、だいぶ。だいぶ忙しくて、顔がむくまないようにね。そん時やそん時や、いや、で、一夜会の時ありがとう。ありがとう。いや、ほんまにケータリング、嬉しい。え、みんなさ、そう、福フェスね。あのね、瀬戸り見たんだけどね、めっちゃいいんよ。だからね、待ってるね。何このバカーって何？え、そう、昼と夜瀬戸りが違うし、みんながおーってなる曲もあると思うので、私も初めて覚える曲もありまして、そうですね、自分がね。あ、バカ大って合ってる？名前有名な、そうなの？そんなうどん屋さんがいるの嬉しい。バカ市バカってさ伸ばしようかと思っちゃった。やばいやばい、バカ市。レア曲、うん、来ると思う。レア曲だよ伸ばし棒に見えたバカだ、バカだいってなんだろうと思っちゃった。ごめんなさい違いますあの、位置が伸ばし棒に見えちゃった。バカい。バカ市大。行くんですが夜の特典会の方は地元に帰られなかった。あ、そっか。じゃあ昼。あ、特典会って夜しかないんかな。バカ一台。その朝のけ。バカ一だね。あのそのあ、伸ばし棒に見える。会場が近い。そうなんだ、嬉しい。待ってるよ、みんな。発音が分かんない。昼と夜特典があるんか。特典会、私もちょろっと聞いただけだ。まだあんま知らなくて、でも楽しそうだった。来て損はないと思う、本当に。全くめっちゃ楽しいと思うので、あかりんさんがいろんな楽しい、どうやったら楽しくなるかすごい考えてくれてるので、また空いてたら待ってますね。ユーアイシティトップだから見れない可能性が。そっか、最初だったね、そういえば。クエスト楽しみにしてるの。お、待ってるね。
一日楽しませさせてもらいました。天気が確かに天気ニコニコしそうだな。うん、このアイドルさん、そうね、可愛いアイドルさんいっぱいね。そう、チケットね、当日もあったかな、そういえば。そう、楽しいと思う。もかも頑張らなきゃ、頑張って練習しなきゃ。当日券はそうね、地元の人向けだよね。とか前日まで予定が分かんない人とかそうそう、ウシティーだけさ本当かね、袖から見とこうか取り回けを見る気が楽しいね、楽しみ。モカさんしか釣られない、釣られないようにね。モーちゃんレーダー、モーちゃんレーダー発動、袖から怖いな。モーちゃんしか目がいかないで、お、ありがたい。名古屋でも釣られなかった？袖見とけばおじゃる確かに袖にチャッといるかも。桃収穫できました、ありがとう、助かります。そういうところが気が強い。違うよ、別にみんな言ってるもん、みんな言ってるじゃん。フェスで他のアイドルさんお姉ちゃんしか言ったことないから信じてお姉ちゃんに釣られてないのか他の人、この人に言われたことないの？嘘、もうしかね。それはダメだ。それだったらダメだ。ここだけにいなさい。夜公演の七夕の部に間に合うように到着予定だから大丈夫。お、ありがとう。待ってるね。楽しみだ。四国に入れるの。そう。朝からうどん食べていいよね。朝にうどんっていいよね。なんかスルって食べれる。夜も食べたけどさ、あーなんかお腹空いてきた。さっき食べたんだけどな。四国で会えるの、そう、めっちゃ久しぶりだよね。そう、四国のお仕事もさせてもらったけど、みんなと会うイベントでは、あ、でもあれ、花垂れ公園は香川であったね、あったけど、
ポップコーン、もうポップコーンは今日やばい気がする。そうですね、花慣れの初日以来かな、みんなと。四国は四国で行き来、そう、なんか街並みがね、やっぱ四国って感じだから。香川は結構私からしたら都会なんですけど高知と比べるとちょっと都会なイメージが勝手にある。土日雨なの？やだな、それは。そんな髪がふわふわなるな。フェス行くと可愛い子はいるのよ。でもやっぱりもうかなありがとう。高知も都会なのまあまあまあ、町とか行けばね。フェスタハレモーちゃんは昇格ツアー以来の、お、会いましょう。いつもお世話になってます、フェスタハレさん。香川の商店街、そう、結構ね栄えてるよね。雨、やだ、雨めっちゃ嫌だ。晴れがいいな。晴れがいい、うん晴れがいい。ワンハーモちゃん好き。57分、嘘、早いね最近。なんか兄ちゃんが一番怖かった。本当晴れ女メンバーに、そう、フェスト晴れ、そう、晴れだからきっと晴れると信じて生きよう。読みます。10歳ののりさんとマック、キメパスタさん、ありがとう。12位のひでくんさん、ありがとう。父のきびだんごひこにさん、ありがとう。10位のにお支部副部長さん、ありがとう。9位のたるむさん、ありがとう。8位のこうすけさん、ありがとう。7位のゼータさん、ありがとう。いけるの日曜日を楽しみにしてる、待っとるね。6位の幻さん、ありがとう。5位のドラゴンさん、ありがとう。包み込むような優しさとか愛さ、今でも好きで、ありがとう。4位の現場監督さん、ありがとう。ももちゃん、ももちゃんない、若いちゃん、それとも若大、どっちを書いてるのかわからない、ありがとう。3位のマピアノピーさん、ありがとう。土日はももちゃんと四国満喫します、一緒に楽しもうね。2位のケイシティンさん、ありがとう。桃の収穫がとんでもなかったが後悔はないありがとうございます、ありがとう。1位のもう桃花しか見えない、桃花が好きすぎて夜しか眠れない、きっともう夜も眠れなくなるよありがとう、ありがとうございました。ふふふ、夜は寝かしてたかきさん、あきおめありがとう。りんくんさん、ちでのこつち、ありがとう。てるさん、あきおめありがとう。けしてぃさん、だるま、ありがとう。もかろぞむらいさん、ハートありがとう。おぼろしさん、だるま、ありがとう。ドラガンさん、ハートありがとう。おもれんちゃんさん、だるま、ありがとう。あやもも、いっぱい寝てね。バイバーイ。おやすー。ポップコーン食べない。さすがに。バイバーイ。ちょい長だね。ちょい長めだったわ。おやすー。